おはようございます。皆様はじめまして、フォルテス先生です。僕は教育学部出身で中高の音楽の教員免許を持ってます。そして今は YouTuber ピアニストとして活動しております。しかし今回皆様コロナによってお家でいる期間がたくさん増えたと思います。というわけで音楽の授業を楽しく10分程度でできるような動画をやっていきたいと思っておりますので、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。それでは授業が始まりますよ。皆様よーく見てくださいね。それではどうぞ。フォルテの音楽の授業が始まりました。パチ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 。起立、気をつけ、筋肉パチン。はい、というわけでやっていきましょう。本日は誰でも簡単に読めるドレミの音階、魔法の歌を紹介していきたいなと思いまっちょ。というわけで、音階って覚えてる方何人いますか？楽譜を初めて見た時に、なんじゃこの音まじゃくし、なんじゃなんじゃって思ってる方たくさんいると思うんですよ。音階がなぜこんなに大事なのかというと、どの楽器でも基本的には必要となります。トランペット、お歌、ピアノ、まあ、さらには何の楽器でも必要となります。音階の音が読めないと楽譜が読めません。楽譜が読めないとどうなるのか、耳で音を覚えるしかないんです。もちろん耳だけで耳コピーするっていうのもすごいことなんです。だけど音を見落としがちになってしまいます。あ、聞き落としがちっていうんかね、耳コピーでちょっとね間違えちゃうとか、まあやっぱそういうのも含めて楽譜があると必ず確実にやっていけるので、文字が読めると本が読める、音が読めると楽譜が読めるというわけでね、すべて答えがつながってきますので、早速やっていきたいなと思いますよ。皆さん一緒に僕と頑張っていきましょう。頑張る人、というわけでやっていきましょう。まず皆さん、音楽をまず音を読んでいく段階で、まあ大体大きな主軸があります。ト音記号とヘ音記号です。まずト音記号を書きます。ね。で、ドレミファソラシドレミファソってちょっと書いていきますね。まあ、皆さん、さすがにこれがドっていうのはわかりますよね。わかる方多いと思います。で、ル、レ。まあ、ドとレぐらいはね、わかってもいいんですよ。まあ、ほとんどの方がわかると思います。これはもう覚えちゃってください。次からが問題。線の上に音が何個あったらわかんなくなっちゃう。これ、俺も、先生も同じなの。ということでやっていくよ。まず、ミ。まあ、全部書いていくね。ファ。はい、ソ、はい、ラ、はい、シ、はい、ド、はい、レ。丸を一旦ここまで書いてあげましょう。本当だったらこうやってね、棒があります。こうやってね、音階があります。さあ、皆様。こっから、マジカルタイムですよ。ドレミの階段、ドレミファソラシド。覚えました、ここまで。下りの階段、ドシラソファミレド。この第1手です。皆さんもわかりやすいように書いていきますね。ドレミファソラシド。ここはサブぐらいで一旦ね、レミファソと。音階というものはドレミファソラシドの繰り返しです。下からドレミファソラシドレミファソラシド。
まあ、先生が出るのはここまでです。で、さらにシャープとフラットっていうのがね、今度はついていくんですけども、とりあえずそれは今日は考えない。今日考えるのはとりあえず音符の配置を覚えること。というわけでやっていくのが、さっき言った魔法の歌、ドレミの階段、ドレミファソラシド。はい、一緒に歌うよ。下りの階段、ドシラソファミレド。次から来るよ。ドレミが読める魔法の呪文、線の上は味噌汁パン。はい、ここ大事。線の上は味噌汁パン。はい、線の間はファラドミ。はい、先生、ドとレとソが入ってないです。これは強制的に覚えましょう。なんで強制的に覚えるべきかというと、まずドというのは一番覚えやすいです。で、その横のレはもう付属品として、もうハッピーセットみたいな感じで覚えましょう。はい、ド、その横にレ。みんなにお願いしたいのは、一つだけじゃなくて三つだけお願いがあります。ドとレとこのソだけ今覚えてください。三つぐらいなら覚えれますよね。せーの、ドレソドレソ。あと二回、ドレソドレソ。おい、ズッズッ、おいみたいな感じで、ドレソだけ覚えてくださいね。じゃあもう一回一緒に魔法の呪文やりましょうか。いくよ。ドレミの階段、ドレミファソラシド、下りの階段、ドシラソファミレド。ドレミが読める魔法の呪文、線の上は味噌汁パン、線の間はファラドミ。はい、これできましたよね。そろそろ確実に覚えたかなと思います。これ確実に覚えてください。絶対皆様の人生救いまっちょ。というわけで確実にね、これぐらいは覚えてこられたらなと思います。なぜこんなに音階を、音を覚えてというのかというとね、今後音楽の授業をね、フォルテ先生とやっていく上で必ず課題となるからです。っていうのも、今後はソプラノを使ったり、鑑賞の授業をしたり、いろんな音楽の授業をやっていきますよ。だけど音が分からなかったら話が進まない。そして動画で伝えるので、みんなの反応が伝わらないの。だから確実にステップアップ、ステップアップってやってほしいので、今回は音について注目させてもらいましょう。というわけで皆様、最後に超高速で魔法の歌を歌って本日は終わりたいなと思いまっちょ。一緒に行きましょう。ドレミが読める魔法。あ、飛ばしちゃった。先生すいません。ドレミの階段、ドレミファソラシド、下りの階段、ドシラソファミレド。ドレミが読める魔法の呪文、線の上は味噌汁ファ、線の間はファラドミ。で、三つだけ覚えるのがドレソ。はい、というわけで皆さん覚えれましたか。本日のめちゃくちゃ大事な授業はこれにて終了したいなと思いまっちょ。皆様、確実にこの歌学校で流行るので、絶対皆様真似してください。そして真似するとみんなからすごいすごいすごいと言われます。というわけで皆様、今日は第1回の授業を終わりたいなと思いまっちょ。起立、気をつけ、礼、ありがとうございまっちょ。見てくれてありがとね。よければグッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ボスマッチョ、マッチョマッチョマッスルボーイ、マッチョ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 。
チョマッチョ。